三冠王に迫った打者、大谷をどう抑えますか ?MLB213 勝の大投手が分析、彼はあまりにも優秀すぎる、無防備になる時も。改めて見ても凄まじい数字だ。今シーズンに大谷翔平が刻んだ打撃成績だ。昨年9月に右肘側副靭帯の損傷による手術を執行した影響で、打者先任となって挑んだレギュラーシーズン。 開幕前は回復への懸念も少なくなかったが、大谷は文字通り歴史的な成績を残した。159試合に出場して、打率点310、54本塁打、130打点、59盗塁、オプス1.036のハイアベレージを記録。史上初のシーズン54本塁打59盗塁もやってのけ。 フルタイムの DH 選手としては、史上初の MVP 受賞も必然として、話題沸騰となっている。そんな異彩に対するとあるスカウティングが話題となっている。声の主は、ジョン・スモルツ氏。現役時代に MLB 通算213勝、154セーブを挙げた往年の大投手だ。レースポーツ専門局、FOX スポーツに掲載された。 ポストシーズンで注目される各球団の中軸を担うスラッカーをいかに抑えるかという企画内でスモルツ氏は大谷について言及。球界でも随一の強打者となった30歳の日本人スラッカーに対する対策を口にした。大谷に対しては2つの軸を機能させる方がいい。ボールゾーンに逃げていく球かよく考え込ませて惑わせるような球だ。 これを両立させられなければ、球場のどこにでもボールを飛ばしてしまうタワーを発揮する、とてつもない能力を持った選手になる。とにかく大谷に考え込ませ、打席内で迷いを生じさせるべきと論じるスモルツ氏。だが、一方で、彼はあまりにも優秀すぎるから本当に対応は難しいとも取ろそして、より深い分析を続けている。 彼の優れた能力の一つは、打席内で静かなように見えて、高級だと感じた瞬間に力強いスイングをするところだ。ただ、強引にボールを引っ張ろうとした時に彼は無防備になることがある。もしも、私が彼と対峙しているなら、スプリットを何度も投げて、スライダーやバックフット、打者の軸足をめがけて投げる球を試みて、最後に速球を高めに投げるだろうね。 あまたの強打者と対峙してきた自身の経験値から短期決戦における対応谷のプランを練り上げたスモルツ氏。だが、最後には大谷をアウトにするためには本当に色々なことができるようにならなければならない。簡単じゃないよ、と漏らしている。